中華長屋橋付近、鶴巻関田川は、千葉県九十九里平野のほぼ中央部を流れる二級河川。咲田川水系の本流である。千葉県三部市北西の大木地区付近に源を発する。JR 総武本線とほぼ平行に流れ、同市・天つを付近で水川を合わせる。日向橋以降は、河川回収により拡幅されており、同市・椎崎付近では、 旧稼働が残る。八半目橋で狭まり、鳴門関にて両層溶水を分ける。ほどなくして、三部市街に達し、鳴門、東金食中植物群落のすぐ北側を流れる。河川幅が徐々に広がり、東金市に入ると、無者殿関を越え、三部市との境界付近で、境川を合わせる。漁師の境界を流れ、白旗ニュータウンを越えると九十九里町に入る。 鶴巻関手前で、マカメ川より分流してきた高倉川を合わせ、さらに河川幅は広がる。九十九里橋を過ぎると、片海漁港より太平洋へ注ぐ。周囲は九十九里浜で、作田川を境として、東に、作田海水浴場、西に、片海海水浴場が広がる。流路延長 20.7km のうち、港川合流地点より、 下流1 8 2 1 8トルが2級河川に指定されている。明治、大正時代までは、支流の境川の名称が使われていたが、近年になって作田川に改められた。上流部には仏土城、砂や爪や水かまきり、赤ガイルといった魚類、水生生物が生息する。中下流部は、石の多さが障害となっているが、鯉やフナが生息する。 川口付近は、寄水域で、ボラマハゼスジエビ、テナガエビが生息する。植生に関しては、上流域に桜並木があり、散策路が整備されている。中流域は、三部市街地だが、下流域にかけては、九十九里平野の田園地帯が広がり、吉シミゾソバオなどが自生する。また前述の食虫植物群落の他にも、長場候補根のような重要保護生物が、 自生しており、保全が試みられている。作田川の河川改修は1976年度、JR 東金線橋梁から、鳴門大橋までの790メートル区間の、小規模河川改修事業に始まる。1985年度以降、JR 東金線橋梁より河口までの8240メートルについて、広域河川改修事業として整備が進み、 稼働拡幅や橋梁、管理施設改築がなされた。上流部の都市化が進展すると、平成に入り豪雨や台風による流域の家屋、農地浸水被害が顕著になり、道路冠水や並行する JR 総武本線の運休などインフラにも支障をきたすようになった。これを受け、境川、高倉川間の3700メートルについて2000年度から2003年度まで、 住宅市街地基盤整備事業により、流下能力増強を図った。そして、同年度より、床上対策特別緊急事業を導入し、境川、港浜の上流部9100メートルについて、稼働、拡幅、築定を進めた。2007年度まで続いた、当事業によって家事橋より、下流区間及び八半目橋マイナス中、神奈川や橋間は整備が完了したが、 それ以外の5100メートル区間は未完了状態にある。2011年3月11日の東日本大震災においては川口周辺で津波被害を受けたことから川口から1.7キロメートルの区間を津波対策事業の対象範囲として堤防の重上げを進める方針が出された。2013年度に着工し2015年度までの事業予定で続けられている。 ありがとうございます。